山梨学院大学女子バスケットボール部監督梅崎英樹です。今日はポストマンディフェンスについてご紹介いたします。よろしくお願いします。いかにちっちゃいチームが大きいチームに勝つためにはどうしたらいいかということを考えながら、ポストのディフェンス、逆サイドトラップ、ドロップトラップ、シャドートラップ、ボールサイドトラップ、あと何種類かやったんですけれども、ポストのディフェンスっていうのはこれはもう日本のバスケットの永遠の課題でもあり、どのチーム、特に女子のチーム、中学生高校生にとってもすごい課題の残るディフェンスだと思います。このポストのディフェンスで相手を苦しめることが相手の点数を止める、試合に勝つっていうことの近道にもなると思います。ポストマンディフェンスをルーズにしてしまうと、やっぱり簡単にボールが入りゴール下のシュートを決められてしまう。そこをどう抑えていくか、1人で守れないのであれば2人で守る、2人で守れないのであれば3人で守る、そういう意識の中でしっかりとディフェンスをやっていく。ただ逆サイドトラップにも、トラップに行ってローテーダウンであったりとか、そういうところまでしっかりやっていかないと強いディフェンスにはなっていきません。あとしっかりとボールマンプレッシャーをかけてもらう、これは小学校中学校高校の段階でもっとボールマンプレッシャーをかけるっていう意識を持ってもらえれば、ポストマンディフェンスへのより強化なディフェンスが生まれていくと思いますので、しっかりとボールマンプレッシャー、そしてボールのないところでのディフェンスのプレッシャー、そういうことをしっかり意識し、ポジション取りを頑張って、まずは走るっていうことを意識して取り組んでいただきたいと思います。